こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は中国ドラマ宮廷のいさかい目の第71話から第76話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。中国ドラマ宮廷のいさかい目第71話のあらすじは以下の通りです。第71話、肉を切らせて骨を断つ。第71話では神経が安産祈願のためにエイジュミヤに皇后を招きますが、これは神経の策略でした。皇后は神経の罠にはまり、皇を害した罪で養生帝から謹慎を命じられます。皇后は第三王子に望みを託しますが、第三王子は第四王子の巧みな言葉に乗せられ、養生帝に8皇帝や14皇帝を許すよう嘆願してしまいます。これに激怒した養生帝は第三王子を8皇帝の息子にすると命じます。その後宮中で宴席が設けられますが、神経と第六王子の料理に猛毒が盛られており、猛青山が巻き添えとなり命を落とします。毒を持った犯人は皇后月の仙秋であることが判明します。このエピソードでは宮廷内の陰謀や権力闘争がさらに激化し、登場人物たちの複雑な関係が書かれます。神経の策略と皇后の失脚が大きな見どころとなっています。中国ドラマ宮廷のいさかい目第72話のあらすじは以下の通りです。第72話、明かされる心の闇。第72話では神経司の尋問や神経と景気比の調査により毒殺事件と純元皇后の死の関係が疑われます。皇帝の命令で皇后宮が捜査され、皇后が神経を妨害しようとしたことや純元皇后の死に関わった事実が明らかになります。激怒した養生帝は皇后を廃位しようとしますが、ウラルなヘシャゲ氏を廃してはいけないという皇太后の意向があるため範囲はできません。そこで皇后は慶二宮に幽閉されることになります。幽閉される直前、皇后は皇帝への深い愛情ゆえの行動だったと訴えます。一方ジュンガルブが再び動く気配を見せ、新しく即位したハーンマカクが清にやってきます。マカクはかつて神経に助けられた男であり、彼は神経を要求します。神経はある計略を仕掛けることで魔覚に対抗します。このエピソードでは皇后の失脚と神経の策略が大きな見どころとなっており、宮廷内の陰謀や権力闘争がさらに激化します。中国ドラマ宮廷のいさかい目第73話のあらすじは以下の通りです。第73話、皇帝の疑心。第73話ではジュンガルのハーンマカクが養生帝に対し、神経を嫁がせれば兵を引くという条件を提示します。養生帝は神経の意向を探るために彼女に尋ねますが、その様子を見た華群王が激怒し、兵を率いてジュンガルを撃つと宣言します。この衝動的な行動により養生帝は神経と華群王の関係を疑い始めます。神経は養生帝の怒りを鎮めるため自らジュンガルに嫁ぐことを申し出ます。養生帝は表向きは神経をジュンガルに嫁がせるふりをしながら、実際には彼女を幽閉します。一方華群王は神経が幽閉されたことを知り、彼女を救おうとしますが、養生帝は華群王の周辺を調査させ彼が神経に深い愛情を抱いていることを知ります。養生帝は華群王を排除することを決意し、彼を追い詰めるための策を講じます。華群王の運命はどうなるのか、神経と華群王の関係はどのように展開するのかが見どころです。このエピソードは養生帝の疑心と神経と華群王の関係が大きく揺れ動く重要な回です。華群王の衝動的な行動が2人の運命を大きく変えることになります。中国ドラマ宮廷のいさかい目第74話のあらすじは以下の通りです。第74話、道ならぬ恋の果て。第75話では華群王が3年ぶりに帰郷します。神経は彼の無事を喜びますが、養生帝は華群王に毒酒を与えるよう命じます。
神経は自らの命と引き換えに花群王を救おうとしますが、花群王が逆に毒死を飲み干してしまいます。花群王は神経に彼女だけが唯一の妻だと言い残し、息を引き取ります。神経は悲しみに暮れ、花群王の死によって後宮の管理者として大きな権限を与えられますが、妖精帝との関係はさらに悪化します。花群王の死後、神経は妖精帝を深く憎むようになり、彼女の心の中での葛藤が書かれます。このエピソードは、神経と花群王の愛が試される重要な回であり、彼らの運命が大きく変わる瞬間です。中国ドラマ宮廷のいさかい目第75話のあらすじは以下の通りです。第75話最後の復讐。第75話では、朝廷で皇太子擁立の議論が激化します。第四王子と第六王子を推す声があり、大臣たちの意見が割れます。妖精帝は第六王子に心が向いていましたが、神経は第四王子の方が皇太子としての資質があると提言します。一方、神経は G から寧品が媚薬と新車を求めていると知らされます。これを利用して妖精帝の長寿のための丹薬と一緒に服用させれば少しずつ衰退させることができると考えます。神経は寧品に協力を依頼し、妖精帝に毒を盛る計画を進めます。妖精帝は神経に後継者について尋ねますが、神経は第六王子はまだ幼いので第四王子が適任だと答えます。妖精帝は微笑んで黙っていましたが、内心では神経の意図を見抜いていました。その後、妖精帝は病に倒れ、神経は寧品と共に彼を見舞います。妖精帝は第六王子の素性に疑念を抱き、血液検査を命じますが、寧品がこれを阻止します。神経は妖精帝に対する復讐心を抱きつつも彼の最後を見取ることを決意します。このエピソードは、神経の復讐心と妖精帝の疑念が交錯する緊迫した展開が見どころです。神経の策略がどのように進行するのか、そして妖精帝の運命がどうなるのかが注目されます。中国ドラマ宮廷のいさかい目第76話最終話のあらすじは以下の通りです。第76話最終話さらば、いさかい目たち。第76話では、妖精帝が第六王子、ヒロヤンと霊妻の父親について疑念を抱き、血液検査を命じますが、寧品がこれを阻止します。寧品は妖精帝の丹薬をすり替え彼を徐々に衰弱させる計画を実行します。妖精帝は病床に伏し、神経が彼の最後を見取ります。神経は妖精帝に全ての真実を告げ彼の怒りを買いますが、妖精帝はそのまま息を引き取ります。神経は廃墟となった慶二宮を訪れ、皇后に妖精帝の意思を伝えます。皇后は絶望の中で孤独に息を引き取りました。第四王子、光暦が新皇帝に即位し、神経は皇太后となります。第六王子、ヒロヤンは花群王の地位を継ぎ、政治には関わらないようにされます。神経は最高の栄華を手に入れますが、周囲には友人も敵もおらず、ただ寂しさが残るのでした。このエピソードは、神経の復讐と妖精帝の最後が描かれる感動的な最終回です。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。